新藤辰巳のゴミラジオ。ロールスロイス、ロールスロイス。ありました。新藤さん、ゴミラジオ始まりました。これになっちゃうんじゃないですか、これから。割と人のやつだからね。割と気持ちいいから。ティアンディ。ティアンディ。はい、そう。まあ、三平さんのギャグですもんね。はい、今3回戦。2日目ね。あ、そんな、下がりだね、M1 の話ね。下がりじゃない、やんなきゃ終わんないんでしょ。でございます。M1 を振り返るということで予選をずっとやってきて、2018年10月16日火曜日。3回戦の2日目まで来ましたね。はい、3回戦何ちゃんの東京。4日です。これ、横とのうん。まあいいや。はい。ルミノ吉本、MC レギュラーさん。はい、3,500円、当日なしということでございまして、開演は7時でございますね。で、合格者はちょっと飛ばしていきます。それは順々で話しております。はい。ああ。なるほど。一番目、ダニエルですね。ダニエル。コント師です。女装型の。そう。まあ、コントを漫才にしてやってましたけど。やってましたね。で、この間も漫才やってたけど、あれでも同じやつやってたんかな。受けてますね。受けますね、あれやっぱね。ああ、タイタンに入りました、無事ね。タイタン入って。はい。順風満帆ですよ。面白いね。ネタはそんなに数は知りませんけど、でも最近のコミだもんね。いや、すごい面白い。どのネタも面白いもん。あ、そう、うん、面白い、ダニエル。演技力あるもんね。うん、演技力。あ、結成は2017年なんですね。うん。ほうほうほう。でもまあ2年ぐらいか。漫才も全然できる人らや。いや、すごいな。新生ですね、ここね。新生ですよ、もう。で、チームバナナね。ここも行きそうでいかないんだよなぁ、ね。面白いよね、昔から。相方いじり漫才 ね。相方の太ってる方をちょっといじりながら進めていく、割とオーソドックスな漫才で。女の子ね、吉本の。はい、意外と、その、ザ・ W でも準決勝まで行きましたから、意外と決勝に手がかかるのかなと思いつつ、惜しくも敗退ということで、今年が期待されますね。ブラッドピーク、解散しましたよ。解散したよね、そうだ。人力車、相方の人が。もうなんか笑いに熱量がなくなったということで実家に帰るということで、なんてコンビでしたっけ、あの、うん、女の子の方が組んでたのは、ああ合わせミスですか、そうザ・ダブルで合わせミス、それで決勝行って、その片方の子ね、組んでた男女コンビ、川田さんって人なんですけど、解散しちゃった。ブラッドピークも面白かったんですけどね、なんか残念ですね。ね、うん、最新版下ネタ漫才みたいな形でね、うん、カマキリの交尾っていうね議題漫才やってましたけど非常に面白かった面白そう。面白い、ね、めっちゃ面白そうじゃん。ああ、鬼越トマホーク、うん、なんか一時期ね結構ねざっくりハイタッチとかで結構注目されてましたけどね、あの喧嘩のね、うん、面白いですね。そうそう、まあ時々テレビに見ますけどちょっと落ち着いてきたのかな、うん、まあでもまあ鬼越はね、まあまあまあですけどね、まあ、まあでも初期の方が好きかな、キャバクラの漫才とかそういう時の方が好きだったかな、もうめちゃくちゃな感じでしたんで、ああ見た目のまま、なんか最近はポップ割となってきて、やっぱテレビサイズを気にするようになってきて、もちろんそれでも受けるんですけど、あでも今回のこの昨年の M1 に関しては割と攻めていましたね。あ、まあ、落とされてもしょうがないような切り方をしてたような感じは印象は残っております。まあでもそれが鬼越トマホークなのかなっていう印象はあるんですんでね、まあまあいいんじゃないですかね。でさすらいラビーね、太田プロダクション。うん、ワイラビーね、なんかね今 K プロさんにハマってるそうで、非常にライブ出てるらしいね、 K プロの、うん、太田プロでもドカンドカン受けてる感じでね、うん、だからここで K プロで鳴らしたこの技術をどのぐらい M1 でこう伝えれるかっていうのがちょっと見物、うん、まあ若いしまさにこのねお笑い第7世代じゃないですかこの人たちは。そうですね、そう考えたら、うん、どのぐらいまでいくか楽しみですね。 TikTok わからない、TikTok じゃなくトリオで TikTok っていう、踊ってますね、うん、踊ったんだよきっと、踊ったんだ、どこの事務所、吉本、TikTok 気になるね、かもしれない、ちょっと気になるね TikTok さん、うん、で吉本興業市原さんね、うん、市原さん一回飲んだことあるんだよな情報そんだけ、うん言ったことあるんだよな、一回飲んだことあるんだよな、チアラさん片方ですよね、頑張ってほしいな、3回戦も行ってから一回飲んだことあるからね、あれから次は全然行ってほしいわ、一回飲んだことあるから頑張ってほしい、飲んだことない人よりはああそう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 、ある人の方が頑張ってほしいわ、そうそうそう、チアラのね近い気がするから、うん、でああ、はい、
ギャロップの兄貴分キュンキュンバーへ。兄貴分じゃないよ、あんただって SMA、ね、ギャロップさんと言い間違えただけだよ。トリオのね、キュンキュンバーへ、まあ今年ですけど漫才でもね3回していってます ね。もうベテランの領域には来ましたね。ベテランみたいな感じだしね。ベテランみたいな、まあもうね、芸歴も長いでしょうね。結成2013年ですよそうですね、分かりやすくて、うん、笑いやすくて14、15、16、17、18、19、ああ6年、あと6年、まだまだか。でもまだまだや、うん、まあまあキャリアはね他でもあったんでね。そう、ここは長いでしょうね、うん、ここは長いでしょうね。そうね、フルフロンタル吉本ボールちょっと分かんないわかんない。クマムシ渡辺大臣、おクマムシ何気に M1 とか参加してんだよね、うんうん、何気に賞レース、うん、でもまあまあ面白かったかな。でも歌ネタやってたのかな、うん、なんかやっぱりそっちの方だけど、ちょっとそれこれっぽいいくのも言い混ぜつつみたいなイメージはあったかな。なるほど。やっぱ知名度あるから、うんうん、ちょっと最初その知名度ありきのエピソードトーク、うん、ちょっとクロちゃんに間違えられたみたいでつかみしてたような気がする。なるほど、うん、で受けてたかな、うん、ね、そのネタ作ってんでしょうか。作ってると思うよ、ね、ここもね、うん、ポールマン吉本興業。あ、ポールマン、あ、怒る。ポールはなんか分かる、なんか面白かったんだよな。嘘、ライブで一緒になって、まあ3回戦に行ってるからね、面白いでしょうね、うん、でウイロープリンが上がってんで外します、うんうん、あ、プリンセスキングね、渡辺、はいはい、もうでもここで別々に今活動してるからね。そうだね、 M1 の時期だけ多分来るとかになるとは思うけど、だからネタの量産はできてないからどう出るかがちょっとね。みんなの高道さんと、まあね、相方さんがいや、そう、ね、ちゃんと説明しないとね。そう、コンビ、コンビですよ、コンビでね、結構長いことやってる渡辺の。そうですよ、今ここでね、みんなの高道さんと大前単身赴任みたいなことになってる凌介さん、うん、さん、まあ、でもそっちで食えてんですよね、多分ね。そうそうそう、だからコンビでは2006年結成ですよ。あ、結構じゃあ13年目とか。そうか、もうそろそろね、うん、本腰ね。でもまあまあ食えてるからね、まあ片方の大前さんは。だみんなの、みんなの高道さんが多分食えてないんじゃないかな、下手したら。でも食えてんのかな、食えてないよね、多分ね。うん、結婚したよね、なんかね。結婚した。うん。綺麗な人とね、結婚しましたね。お大事に。お大事にっておかしいけど。で、男性ブランコさんが、上がってるんで外しまして。ジグザグさんね。いつも1回戦は爆笑のジグザグさんね。いや、別におなじみじゃねえよ、おなじみみたいに。いや、受けるんですよ、1回戦。あ、そうなんだ。ダジャレ。くだらないことばっか言ってるから、緊張と緩和すげえ受けるね。くだらないことばっか言ってんだ、うん、で上がってくにつれて、あれこいつくだらねえな客観的に見られて受けがえしまう。くだらねえじゃねえかってなっちゃう結局くだらねえでずっとくだらないんだけどね。で昨年意外と話題になったオズワルドさんね、吉本興業。いや、オズワルド面白いよ ね、あのトーンで2人と、うん、ちょっと低めのトーンで、妹が女優さんなんね。あ、そうそうそう、まあまあ有名な女優さんで、それでテレビも出ておりまして、そうね、そこもちょっと押したりなんかして、うん、そうね。で松竹芸のたぬきご飯ね、うん、もう昨年が、金持ちのやり方やめたんだよね。やめたんだっけ。それで3回戦でやめた。あの羊とお嬢様も、うん、やめてキャラマズやめて。絶対に昨年あれやった方が良かったとは思いましたけど流れ的には。あ、うん、違うのやったんだ。まだだってそこでそこまで出てなかったね。そうね、まあ、アイデンティティペンギンズってもうちょっと続けて出てるのよね、うん、でたぬきご飯だけが早い段階でやめてんだよね、うん、だから情報提示として尺が短かったと思うんだよね、うん、だから面白さがまだ広がっていく前にやめちゃってるから、そこはしつこく続けるべきだったかなって思って、多分今年はこれでやると思います。もう一回もったいない気がした、ね、うん、もったいない気がした、うん、で壇病量もうち上がってます。大宅上がってます。バビロンね、バビロン、バビロンのトリオの筋肉のね、筋肉の3人組の吉本の、ね、ここもちょくちょく仕事ある感じしますけどね、バビロン、うんうん、いかんせんだってうちの前のオフィス来たのマネージャー中川さんバビロンのファンだからね。え、中川さんバビロンのファンやったの。うん、そう、バビロンが好きだった。なんだよ、ショックでしょ。ショックだな。んかバビロンのファンにずっとマネジメント、うん、中川さんバビロンのファンやったよ。好きだよ、確かに。無限大見に行ったらしい。好きだ、まあ、若いからね。めっちゃ好きじゃん、うん、めっちゃファンじゃん。そうそう、なんだ、抱かれてるのかな。抱かれてるよ絶対絶対なんだよ、酔っ払ったらグラグラなんだから中川さんなんか。なぜ中川さんの話してまだやってるっていう失礼しました、うん、でインディペンデンスデイ、うん、朝日局ね、うん、まあここも面白いですよね、うんうん、参加する。インディペンデンスデイ面白いですよ、まあ、うんうん、すごい面白い、ずっと面白いよインディペンデンス。でもなんか今年すごい面白いよ。あ、そう、面白いと思った、面白いと思った。
いや、俺も面白いと思ったことしない。いや、いつも面白いじゃないですか。うん。いや、そのね、鮮度落ちてないよね。で、結構、久保田君が、うん、でも、ちょっとアドリブも多分結構あったりするね。多分、最近そんなにないと思うんだよね。結構。おぉ。で、それでパンパン受けたり。あ、作り込んでるってことね。気がした。なんか俺が勝手にね。やばい、ね。勝手に俺が思ってたから。行くとこまで行くかもしれない。昔から面白いし、芸人もみんな面白いし、お客さんも受けるから、ひょっとしたらね、と思いますよ。インディペンデスでなんか。で、K ダッシュのネジ。うん。ネジもね、地方漫才からディスリー漫才までやっておりますけども、はい、M1 どうすんだろう、なんか、うん、なんか秋田に行くんだよ、ネジ。ああ2ヶ月ぐらい。でも M1 は戻ってくるの、戻ってくるのか、さすがに。そうだよ、ね、出たいでしょ、そりゃそうだ、多分。それかもう地方で受けるのか。秋田予選なんかないもんね。でも秋田から近い土地はどこ、名古屋とか仙台とか、大阪、仙台、仙台とかね。仙台あるの、受けんじゃない、あ多分分かんない。まあ、1回じゃんね、近いところで受けたらいいんじゃないですか。で、マセキ芸能社、バーニーズ、解散しましたね。あー、バーニーズ。あ、バーニーズ、はいはい。解散したんだ。うん、解散した、もういないと思いますよ、バーニーズ。あ、バーニーズか、はいはいはい。うん、なんかちょっといろいろあったんですね。なんかあったのかな、うんうん、はいはい。で、吉本興業、ウルトラブギーズ。あー、まあ、コントの人だけどね。漫才ってなんか、どういう感じなんだろう。見ればよかったな。つられ笑いみたいな。のを軸にして漫才してますね。つられちゃうみたいな。うん、でもじゃあコント的なんだ、ちょっと。うん、そうそう、コント的。あ、でうちらがそのちょっと後でつられ笑いっていうボケがあったからちょっと嫌だったなーと。前でやられちゃったんだ。うん、がっちりそこでやられたからちょっと。はいはい、でもまあ全体的にちょっと弱かったから受け方です。でロビンソンズ。ロビンソンズ。3回戦も行ってますね。ね、ちゃんと作っていきますよね。うん、そうね、なんか面白かった気がする。で、バカヨナタと。うん、バカヨナタね、はい。なんか今一歩笑いが広がらすっていうところで敗退が出ましたね。何のネタやったの？娘さんください。ああ、はいはいはい。つかみは弱かったんだよな。なんだろう。最初から正座してるつかみ？うん。ああ、そっか。面白いっすけどね、あのつかみね。うん、なんか広がらなかったな。全力じじ。全力じじ。ああ、はいはい。表金でその前の年は順々まいったけど、ちょっとテンション 熱量が下がったのかな、お客さんの。なんか結構がっつり受けた気がしたけど、3回戦は。で深緑は意外と悪いですね、3回戦。おお、そうだよね、うん、そうだよね。今年でも前なんだろう、ライブで会ったびに面白いけどね、うん、ああそういう議題でやるんだとか、面白い、分かりやすいし、すごい面白いと思うね。今年もまあね、期待はしてます。でマセキ演習どうした、シャムジね、シャムジさん、こっちは両党使いというかさ、コントの漫才が、うん、準々決勝まで行ったこともありますし、まあ、コントは準決勝まで行ってますもんね、うん、実力派のね、実力派。マセキはなかなか両方出れないんですけど、まあ、こういう実力派なので。あ、そうなの、あの特例で、特例なんです。どっちもいいんだ、ニッチさんとシャモジさんは特例。へえ、うん、どっちも面白い人はいいんだ、うん、そう、マセキってどっちかしか出ちゃダメだよ ね、 ね、 M1 かキングコント、モグライだったら漫才、スーパーニューだったらコントとか、うん、あれどうなのかね、それはいいのかね、そういう方針で、まあまあ絞ってやった方がいいってことなのか、まあ自由でいいかなって思うけど ね、 僕ね、うん、持てれるなって思っちゃうけどね、うん、そうそう、まあまあ。 で渡辺のゼストね、うん、早口言葉漫才ね、そうだね、面白そう。でも面白そうだね、すごいよね、あれやっぱ、あれはゲーだよね、ゲー。いやゲーだよ ね、 ね、気持ちも聞いてて、だから営業とか寄席とかで見たよね、ああいうのね、うん、これがどこまで行くのか噛まずにやる、だから練習量すごいかもね。すごいけどね、あミスないもんね。もっと行かないもんですかね、あんなすごいけど、ね、いや行くんじゃない、ね、行くとき行くんだよ、うん、もっともっと3回戦ってことはないでしょう。あ、なるほど、もう準決勝ぐらい行っていいと思う、ね、と思うけど、だから作品性によるんじゃない、うん、なんか、あ、で結構飛躍だったね、太陽の子まで3回戦、ね、ああそうだわ、ラビーネプロカップモーション、はい、まあオフィス北野の仲間でございました、スルちゃん男女コンビでね、うん、今年は昨年を超えれるのか、昨年結構良かったと思うんでね、受け方とかもね、でナゴンが上がってます、ロングロング上がってます、でマカロンか SM、 あ、マカロン普通に面白かったけどな、普通に受けてたけどね、そうね、ライブではまあまあ M1 も良かったよ、3回戦俺見たけど確か、うん、普通にちゃんと受けてって、本人たちはもうちょっと欲しいなみたいな感じで落ちてて、だからもうギリギリだったかな、そうなんだ、うん、そんな感じだったね、別に全然悪くなかったな、ソニーのね、有望株ですよね、ずっと、ね、で、マセキ、L 歌舞伎ね、L 歌舞伎、
どんだけ何を腐してくれるかなんていう期待をしながら見てしまうとこもある割と昨年はなんか寄せに行ったみたいなことで思ったら受けなかったからもうめちゃくちゃやってるみたいなことも言っておりますので今年はどうなるかがちょっと楽しみかなって、まあ、やっぱちょっとそっちを求めちゃう気持ちもあるよね、うん、そう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 、正直ね。で太田プロダクション宮下草薙ね、はいはいはい、でこっからだよ売れたの何だったの。そうだな、そうですね、3回戦から売れてんだよ。一番言われたんじゃないですか、なんで3回戦で落ちてんだって。落ちたのか、うん、もうね、うん、合格でよかったと思うけどね今考えてもね、うん、全然よかった、面白かった。だから今年準決ぐらい いきそうだけどね普通に、うん、すげえ受けそうな気もするんだよな、納言、ね、と宮下草薙の戦いのような。もう次来る芸人じゃんもはや。そうだよ、それはもはや。でうちらも入ったらもう次来る芸人だよ次来る芸人だ。ザ・マミーとか出ないのかね M1 ね。まあザはでも出ないんじゃない、加賀屋とか。うん、もうそれは出ないんじゃない。でも出ても良さそうだけどね今からじゃあ。うん、ちょっとなんかね、加賀屋とか出捨て試合になっちゃうのも嫌なんじゃないですかね。ね、で世間知らずね、うん、ああね、女性の人がね、もともとチーモン長中さんのおかげで距離をもっと近くで行きたいってことでお笑い始めて、ちゃんと距離を詰めれているという、ちゃんとテレビ出れてすごいよね、ちゃんと結果に見ますよ。テレビでそんなん言ってるわけ。ライブで言ってます。ああそうなんだ、ね、うん、世間多分テレビ見てんじゃないかな、思い出したら。すごいよね、すごい、夢かなってんじゃん。夢かなってんだよ、夢かなってんじゃん。すごい、世間知らず。うん、あの人ちょっと可愛いしね、いいよね、面白いし。で、まあ、大自然上がってて、ランジャタイが上がってて、ニューヨークが上がって、サラバが上がってると、はい、いうことで、3回戦2日目でございました。2日目ね、2日目、4日まであるんですけど、4日目でございまして、エヴァングランプリ2018 3回戦2日目でございました。以上、新藤達のゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。